それではご質問のある者の方お願いいたします。どうぞ。山頂新報社です。よろしくお願いします。はい、30日で今の1期目の任期が残り1年となります。長い期間、コロナ禍とともにありましたが、振り返りも含めてこの3年間をこう知事ご自身で総括されてお考えを伺えればと思います。よろしくお願いします。1年目は、島根創生計画の策定、大きな課題でありました、この35人学級の見直しと医療費助成なり放課後児童クラブの充実といったことについて その見直しの実現といったことに取り組んでまいりましたし、2年目、3年目は今ご指摘がございましたとおり、コロナ対応を優先しながら、島根創生計画の実現を並行して進めていくという年であったというふうに思っております。予算、今年度予算を通りまして、この予算をきちんと執行していくということなど、1年1年、その時の状況に応じて、仕事を県民から求められている事柄、また県政が直面している課題を一つずつ解決していくという考え方でございますので、残りが何年だからという、ことでは受け止めておりませんし、この残りの任期1年をきちんと県民の皆さんの期待に応えてやっていくということに尽きるというふうに思っております。はい、どうぞ。ありがとうございます。追加で先ほどの、この3年間の中で特に印象深いその出来事だったり施策があればお聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。たくさんありすぎて選びきれませんけど。はい、どうぞ。先ほど1年目創設計画の策定、着手されて実際それは今動いているわけですけども、そのこちらの計画もそのコロナの影響を大きく受けたと思っておりまして、特にその人の動きを伴う政策、観光だったりとか言われたについてはその目標値がなかなか達成できない状況も続いていると思います。その今後目標値の軌道修正だったりとか、コロナ禍を踏まえたその計画の修正、改善を行う必要があると思いますが、その点についてお考えをお願いします。島根創生計画は5年間の計画ですから、見直しの時期というのはいずれやってまいりますので、その時考えていくということだと思います。はい、ありがとうございます。関連してその知事そのご自身でこう合計特殊出生率と社会増減についてはその目標を前倒しをされていると思いますが、こちらについてもそのコロナの影響を受けることが予想されるんですけれども、この2つの目標についての考え方は現時点で伺えればと思います。よろしくお願いします。それも今申し上げたとおり、島の創生計画の最大の目標通知2つでありますから、それについても創生計画のスパンの中で、見直しするタイミングがありますから、そこでどういうふうにしていくかということを考えていくという話でありますので、今この時点で数値をどうこうしていくというふうに考える必要はないんだろうというふうに思います。ありがとうございます。その他ご質問ございますでしょうか。はい、どうぞ。NHK の伊藤です。よろしくお願いします。はい、明日からまた連休に入ります。連休に入りますけれども、改めてになるんですが、また県民の方にこのコロナの関係で呼びかけたいことやありましたらお願いいたします。明後日か、すいません、明後日です。はい、政府なり、他県の動きというのは他県の動向という意味でいきますと、県外との往来を自粛してくださいということは求められていない中で、県民の皆さんには極力控えていただくと、一定の事柄は別にしてですね、お願いをさせていただいているということについては大変心苦しく思っておりますけれども、残念ながら第7波過去最高を更新して、高止まりが続いているという状況でございますので、これ以上の感染拡大要素を、県内において増やすということは適切ではないという考えでございますので、
不自由をおかけするということは大変心苦しく思いますけれども、ぜひとも今の県内の感染状況なり、感染がさまざまなその社会経済活動に対してマイナスの影響を及ぼすということも含めてですね、そういったことに対応するために必要な措置だということでご理解をぜひともお願いできればというふうに思うところであります。全国の状況を見ると島根県の回線過去最多を更新したとはいえ10万人あたりとかの数字とかも低いとは思うんですが、またここで島根県の感染者数の数だけで見るとピークにの水準にあるということを踏まえて、こういったの、要因がどこにあるのかっていう知事のお考えありますでしょうか。やはりオミクロン株が BA.1 感染力が強く、BA.2 がさらに強く、その BA.2 に切り替わっているということでありますから、県民の皆さんの努力というのは、これまで全国トップクラスに感染を抑えていただいているということですから、県知事、島県知事の受け止めとしては、一番努力をしていただいているということでありますけれども、対峙する相手が力が強いということで、なかなか従前通りの、抑え込みができるに至っていないということであろうというふうに思っております。感染者数をどこまで気にするかということについては、いろんな考えがあるかもしれませんけれども、感染者数自体を、すみません、あと100人ぐらい増やしてもいいんじゃないかとか、っていうコントロールできるものではありませんので、許容するモードに切り替わっていったときに、どこで収まるかということが、行政側で、また県民の側でコントロールできないものである以上は、基本、できること、社会経済活動の、そのバランスを考えながら、県民の皆さんにご理解をいただける範囲内でご協力をお願いをして、感染を抑えていくという考え方で臨んでいきたいというふうに私自身は思っております。それに対していろんなご意見があろうかと思いますので、そういったご意見、いただくご意見も参考にしながら、今後の対応を決めていきたいというふうに思っております。はい、どうぞ。読売新聞の林です。よろしくお願いします。まず連休の往来の関係でちょっと追加でお伺いさせてください。先ほど話にもありましたように全国の行動制限の呼びかけですね、そういったものと島根県の呼びかけが少し異なっている状態となっています。以前の会見取材の時にもこういう話あったと思うんですけども、知事としては県外に県民以外に呼びかける趣旨ではないという往来の来てほしくないというような呼びかけですね、そういうものをするものではないということは明言されてますけれども、そういった点で、そういうずれが生じていることに対する危惧というか、その辺は特にございませんでしょうか。私は危惧してますけど、全国的には危惧してないということじゃないでしょうか。その危惧しているのをちょっと具体的にどういうことを危惧されているのかっていうのを教えてもらえたら嬉しいです。いや、それは感染拡大、感染者数が島根県もそうですけど、国からしても他の都道府県からしても医療逼迫になる前に止める手立てを持ってないわけだから、医療が大丈夫なうちはいいんじゃないかという考え方っていうのは医療逼迫招かない範囲では取り得る考え方ですけど、それを進んで止めるという手がないわけだから、感染拡大のモードになったときにその医療逼迫を招かないということについての、担保できるものが
ない中で、まあ、感染拡大、今のやり方で、感染拡大を招いて、対処する手立てをどうお持ちなんだろうかなというふうに危惧をしますね。でもまあ、それぞれご判断されてやられていることなので、もしかすると何か対策をお持ちかもしれないし、ワクチンの接種を進めることで制御可能だというふうなお考えかもしれませんけれども、まあ、私の方が、心配性なのかもしれません。わかりました、ありがとうございます。もう一点、先ほど午前中の飯塚市長との飯塚市長との会議ございました。出雲市としては、学校の判断にを尊重する形で、休校についても検討されるというような結果だったかと思いますけれども、県内で言えば、松江市さんですね、そういう対応は取らないというお答えがあった中で、自治体によっても対応がずれたところで、知事としてもいろいろ苦言呈されている部分とかもあるかと思うんですけれども、今回 の出雲市さんの、対応について、改めて、どうお考えになられるのかというのを改めて教えてもらえればと思います。先ほども申し上げたとおりでありまして、一律にその学校に指示することが適当じゃないというふうに、出雲市、また出雲市教育委員会の方で判断された、それは学校の置かれている状況がそれぞれ違う、予定されている学校行事の有無とか、通学の環境とか、そういった状況を一番分かるのが学校長さんだから、そこの判断に今委ねるけれども、積極的にその休校を検討するようにという方向性は市教委から出された上で委ねられるということですから、白紙委任されているわけじゃないでしょうと。で、みんなそうですけど、決める権限を負うということは、決めた責任を負わなきゃいけないということですよ。決めなきゃいけない立場に置かれるということは、決めた結果を問われる立場になるということだから、無責任な判断はされないでしょう。責任ある判断を学校長さんがされる、そこに期待しているということです。わかりました、ありがとうございます。もう一問だけ、すみません、JFC マネーの、岸会長が全漁連会長を退任する見込みだったという報道が一部ございますけれども、まだ正式決定ではないということは承知しますが、ご意見 ご感想を お伺いできればと思います。報道がされているのは承知してますけれども、報道の種類としては観測記事、そう見込まれるという話ですし、党のご本人がコメントされてない状況ですから、島根県知事として、直接全漁連との関係があるわけでは島根県知事ありませんので、少なくとも今の時点で、コメントする状況にはないと、コメントする立場にないと、今の状況ではね、はい、ということです。ありがとうございました。はい、どうぞ。参院長新報社です。先ほどの JFC マネーの関連で追加で伺います。新役員体制ですが、旧役員体制を引き継ぐことになりまして、内部ではこう紛失していた問題について、責任を取らないままという声もありますが、この点について知事としての受け止めを改めて伺います。よろしくお願いします。変わった人もいるし、変わらない人もいるということですし、全く変わらなかったわけじゃないから、それをどう評価するかっていうのは、今後の仕事ぶりじゃないですか。いろいろ、指摘されている問題について、再発がちゃんと防止できるのか、問題となっているところが改善できるのかという結果を、示さなきゃいけないっていうのが、役員の方々の、すべてが負っている責任でしょう。
ただその状況を注視をしていくということでありますし、まあ、それはあの選ばれた組合員が、まあ、最後は責任を負うわけだから、まあ、ちゃんと組合員としても、あの、まあ、総代か、総代の皆さんにしても、まあ、選びっぱなしじゃなくて、選んだ責任があると。ものを決めるっていうのは責任があるということだ。まあ、そういう基本的なことを頭に入れて、それぞれが職責を果たしていくと。私も県知事として、水橋法上与えられている権限責任を果たしていくということであります。ありがとうございます。あの、その点追加で、まあ、全体的な話になりますが、まあ、島根県としてもその水産業の活性化っていうのは、まあ、大きな県政課題だと思ってるんですけども、まあ、そういった状況にあってこう実際に最前線でまあ働いていかれるその JF の方々、まあ、それを統括する JF にその県として求める役割みたいなところについて改めてお考えをお願いします。いや、あの特別なことは求めません。あの水橋法で 今言われたようなあの組合の所得向上とか書かれてるから、あのその特別にその水橋法という法律に基づいて認められた、まあ、特別な役割を担った法人として組合として、まあ、きちんと責任を果たしていくということじゃないですかね。あのそういうことです。はい、すみません、ありがとうございます。ちょっと話題が戻りますが、コロナの関連で本日まあ弊社も報じたようにこう松江保健所での時間外労働というのが膨れ上がっている状況でして、まあ、島根県からもその人員派遣していますが抜本的なこう状況改善になっていない問題があるんですけども、その点についてこの県として今後何か対策打たれるようなことがあればお聞かせいただけないでしょうか。対策を打って今の状況ですよ。何の対策も打たずにこんな状況になっているわけじゃない。応援をしている。それでも感染者数がこれだけ増えて続いたら、それはその普通の仕事ぶりでできるわけないでしょうか。だからその出てくる感染者をどんどん処理していきましょうなんて言ってたら、この問題改善しないと。当然生じる状況が生じてしまっているということですよ。当然対策は講じる。応援を送る、ね、ゴールデンウィーク中だって人を送るし、で県にしても人を送りながら次の段階で、追加をしなきゃいけない人間にはちゃんとあの待機をかけて人を指定してスタンバイさせて、まあ、そういう二重の体制を取ってます。でそれでもなおそうなる、なぜか分かりますか。それはあの代わりが効く仕事と代わりが効かない仕事があるんですよ。あの感染対策の総指揮を取るような、まあ、あの担当の課長さんとかっていうことの人の仕事をコロコロ切り替えて仕事をしてもらうことはできないわけです。全体を見渡す。だからどうしてもそういうその大事な仕事のを担ってもらってる部分のところでなかなかその法規制で目指されている数字以下の数字にできていないということは、まあ、熟知である思いですけど、これはあの体制をどうしていくかということと同時に感染者数をどうやって抑えていくかというその出てくるものを受けてやっていくということでやってたら、それは200も300もなっていくでしょう。でそのうちやりきれなくなっちゃう。それを危惧するから私はいろんなことを提案しているんです。あのいかに応援を送ろうと思う限界がある。それは当たり前のことですよ。だから、まあ、大阪とか東京で起きたようなことが島では起きないわけではない。それを完全に保障できるという状況じゃないということです。当然今の状況を改善すべく追加の対策が講じていきますけれども、それは応援職員を派遣するというやり方ではなくて、仕事の元になっているところをどうやって減らしていくかと、まあ、セットでしょう。どちらかというとそれは松江保健所の問題であれば松江市長さんに聞きなさいよ。少なくとも、ま、あの松江市長さんに聞いてから私に聞いてくださいよ。
松江市と言われるんだったら、松江保健所と言われるんだったらね。でも出雲保健所でも浜田保健所でも類似の状況を生じているから、課題として捉えて、改善すべく努力をしていきたいと思いますし、それは出てくるものをいかに処理するか、それに対して人を当てていくというだけではなくて、元になっている感染をいかにこの社会生活の中で減らしていっていただく、いけるかということを、県民の皆さんに対して働きかけていくというのも、それが逆に言うと、多分保健所の職員さんにとって県知事に求められていることだというふうに思いますから、私はいろんな提案をさせてもらっている。実際に、1年目、2年目だから、去年、おととしの夏に、松江市内で大規模なクラスターがあって、1日に92人という感染者数が島根県で発生しましたけど、その数字が塗り替えられることはないだろうとみんな思ってましたよね。それが、もう塗り替えられてその2倍ですよ、もう。確かに、自宅療養していただいているので、病院はそう逼迫はしてませんけども、でも保健所は当然、自宅療養されている方のケアをしなきゃいけないから、病院はすみません、はっきり病院はそれほどその5波ほど大変な状況ではない、数字からしてもね、でも保健所は違いますよ。病床利用率じゃない、入院させずに自宅療養をしていただくという方々のケアを、病院じゃなくて保健所側が負ってるんですから、それ大変になってるはず。で、そんな状況が長く続けられるかと、いうことで、学校について今日、松江市長、出雲市長さんと、お話をさせていただいたような内容を、お願いさせてもらっているわけです。なので、教育は大事ですよ。でも、学校という場も、社会の中で成り立っている。家庭があって、家庭から子どもさんが来られる。独立した存在ではないから、学校だけは止めないとかっていう状況が難しくなっているっていう状況で、そういう中で短期の休校をお願いできないかということをお願いしている。私は過去2回お願いした内容を延長したことはないし、要請した期間の中で、最初から感染者数が収まらなくても、その期間で終わらせるということを宣言して、でその通りやってきています。際限なく休校してもらうなんて、一言も言ってませんし、やったこともない。なので、そういう学校を運営される側の方々ができるだけ学校を止めたくないというのは、それは事業所の経営者がお店とか工場を止めたくないと、同じ気持ちを持たれるのは分かります。で、ただ家庭の問題を学校に持ち込むなとかって言われるんだったら、それは大きな間違いであって、家庭から子どもさんが来るわけだから、家庭で起きることの影響を学校は受けないわけはない。で、家庭の中で感染を防ぐというのは、これは一番、もう政府ですら諦めていることですよ。濃厚接触者、感染された方が自宅療養されるときに、家庭内での感染を防ぐというのは本当に難しいし、それはその感染されているということが分かっていても難しいし、感染されているかとか分かってなければ、お互いを感染者のように監視して接触しないなんて家庭生活を送れるわけがない。不可能なんです。
家庭で広がっている感染を家庭 で止め、あの学校登校を継続しながら学校に持ち込むなと学校側が求めてもそんなことできるわけがない。なので持ち込まないということは短期の休校で一度家庭内での感染にとどめてもらって、そこで症状が出てくる方にそのきちんとした治療と、まあ、自宅療養をしてもらうというってことをしてもらった上で、まあ、濃厚接触、まあ、同居 の子どもさんは登校を一定期間控えてもらうとい いうその、まあ、そういう濃厚接触者としての対応を確定させれば、感染リスクが学校内で感染が持ち込まれる可能性を下げれるわけだから、まあ、そういうことを一定の期間を置いてやられたらどうでしょうかというふうに申し上げて、まあ、いるけれども、まあ、十分な理解が得られないというのは、まあ、もどかしい状況ですね。まあ、残念ながら、学校だけを守るということはできませんよ。だって実際に一斉休校しなくたって感染者が出れば、学級閉鎖になり、学年閉鎖になり、実際学校全体が休校になるケースは生じる。でそこは起きちゃったんだから仕方ないでしょ。そこに学びの保障はないわけですよ。感染拡大をは仕方がないという対応を続けていると、感染が起きてしまうと、実際に登校できない子どもが出てくる、ね、で登校できない学級が出てくる、登校できない 学年が出てくる、学校全体がそうなる。学級全体が停止になれば、それは多分授業を補ってくれるでしょうね。でもその学級閉鎖にならない限りは、感染した人、また濃厚接触者になった子どもは、その登校できなかった期間の学業をフォローしてくれませんよね。そこに学びの保障なんてないわけですよ。それは感染しちゃったんだからとか、家族が感染したんだから仕方がないでしょという割り切りで済ましているわけでしょ。私からすると、それが学びの保障なのかと。その来るものを来た時に対応すればいいと。でまた感染が当たってしまった子どもは、まあ、かわいそうだねとっていう割り切りがありますよ。だから感染者を減らす方がいいんじゃないかと私は思ってるんですけどね。まあ、そうですね、教育の専門家でもないし、県知事に説教される言われはないと言われるかもしれませんけど、まあ、学びの保障という抽象概念でものを言われると私も言いたいことはあります。うん、もう実際に2日3日の全国休校で済んでないところもあるし、まあ、今後そうならない、まあ、そうなるかならないかは分かりませんけど、まあ、まあ自然収束を待つっていうやり方で、まあ、うまくいくのかどうか、私は自信がない地域にそういうお願いをさせていただいているところですけども、それは個別の事情に応じて、出雲市さんのようにできる範囲で対応されるところと、まあ、まあ、あまり基本的な考え方として、理解してもらえない松江さんみたいなところと、まあ、いろいろありますけど、はっきり申し上げますけど、私は不十分なことでも、私はすみません、私の経歴からね、なんか私は完璧主義者みたいな誤解をする人がいるけど、私はね、私は30点でも20点でもやるべきことがあれば やる主義ですよ。80点とか90点とか100点のことしかやろうとしなかったら、やれることなんてもうほとんどない。30点でも50点でもやる必要があるんだったら、やりますし、やる必要があることについて、人に、他の人に要請、協力してもらわなきゃいけないんだったら、要請をしていくというのが私のやり方ですし、まあ、大事だと思うことについては、まあ、協力を得られてないことについて、
それは自分なりの考えた方ははっきり言って、その論点として顕在化させると。だってこう、ここ2回ね、松江市さんと出雲市さんと調整しました。正直他のところとは調整してませんよ、この4月に入ってから。で、まあ、松江市さんとはうまくいかないから、まあ、うまくいかなかったと言って、何も表に出さずに涼しい顔をしていることもできますけど、それはやっぱりそれでいいのかどうかということを、まあ、市民県民の皆さんに考えてもらうということをしていかないと、申し訳ないけどもマスメディアの皆さんもね、その松江市の数字が過去最高を更新しても そんな報道されないんだから、こちら側から問題提起していかないと、松江市の感染をどうしていくかとかっていう問題提起してくれないですから、こちら動かないと。なので動かざるを得ない、行動しないといけない、発言しないといけない。考え方です。はい、どうぞ。ありがとうございます。ちょっと話題が少し戻りて、この1期目の3年の話に戻るんですけども、まあ、先ほどおっしゃってたこととリンクするところもあるんですけども、これまでその知事はこう時として、まあ、国だったりとか、まあ、政府、まあ、自民党だったり、まあ、時にはこう県内の首長に対して、はい、まあ激しい言葉を使ってこう問題提起をされる、まあ、そういった場面がすごく目立ってたと思うんですけども、まあ、そういったところこう物言う知事というか、そういったイメージすごく定着していると思うんですが、まあ、そういったか手法を問われる根底にあるその問題意識だったりとか認識みたいなところが伺えればと思います。よろしくお願いします。まあ、それは島根県が置かれている環境が非常に厳しいですよね。人口減少がずっと続いている。で、人口 の、総数で言っても、まあ、46番目の県です。で、まあ、要するに下から2番目なわけです。で、少数派ってね、2種類あるんです。2種類例えば47都道府県並べてみれば分かるけど、東京大阪は人口が多いって意味で端っこの2番目です。両方とも少数派ですよ、置かれている状況はね。でも向こうは強い少数派なんです。条件が極めて恵まれている、人口減少とかっていうところについて、まだまだ余裕がある。少数、弱い少数派なので、小さい少数派なので、すみません、47都道府県の標準的な行動をしていたら、我々の主張は、すみません、メディアも取り上げてくれないし、問題提起をしても役所も受け止めてくれないし、政治も受け止めてくれません。それが分かっているので、まあ、すみません、取り上げてもらえるような言い方をしていかないと、その問題の存在すら書き消されてしまいます。だって、まあで、ここにおられる中ではもう数少なくなりましたけど、私は別に聖火リレーの発言をする前から県内の飲食業に対する支援措置の薄さっていうのは何度も問題提起しましたし、東京への要望も行きましたけど、まあ、それをやって大きな課題だと誰も取り上げてくれませんでした。残念ながらオリンピックとか聖火リレーとか、そういう全国の人が地目を引くようなことにとの関連で申し上げないと誰も取り上げてくれない。だから問題があるけれども、問題を解決しなきゃいけないっていうことを訴えていくためには工夫をしなきゃいけないってことです。私は小池都知事とか吉村知事と違って、すみません、まあ言ってみれば小池都知事はだって人口の 10% が東京都民ですから、
まさに視聴率のベースが 10% からスタートするところでしょ、人でしょ、方でしょ。私はあの人口の 0.5% なんです。あの視聴率とかあの視聴者の反応とかいうベースで言ってもあのもう天と地の差があるわけですよね。だからマスメディアの皆さんがその、ね、私と小池都知事が同じことを言ってもそれはあの小池都知事だと取り上げるけど島根県知事は取り上げない、それは別に普通だと仕方がない当然のことだと思うので、であればそれは分かってる、それは分かりきったことだし、それは当然なことなので、それに対して、まあ、言葉を強くするなり、あの全国的に注目されているものと、まあ、兼ね合いで自分 の決意を示すなりしていかないと取り上げてくれないわけですから、取り上げてくれなければ改善は絶対されないわけです。いやこれはあのだからあのそういうあの弱い少数派である以上はそういう、すみません、あのちょっとトリッキーにやらないと、あのオーソドックスにやってたって問題すら認識してもらえないし、問題解決にはつながらないから、それはあの島根県が置かれている状況からあの私がやらなきゃいけないなと思っている工夫の一環ですよね。でそれはそのあの逆に言うと、まあ、知事らしくないと、ね、知事っていうのはもうちょっとあの大前として、ね、調和的にとかあの、まあ、言葉を選んでとかっていうことが一般的に求められますよね。でもそこからするといかがなもんかというご指摘というのは当然だと思います、ご批判はね。でもあのそこで合格点取ってもあの島根県が良くならない合格点取ったってしゃあないでしょ。島根県にとってプラスにならない合格点を取る気はない。県民のためにならない上品さは必要ない。なぜなら県民の皆さんの期待に応えて結果を出していくというのが県知事に求められていることだから、県知事として標準的なあの枠組みの中であの標準的に立ち振る舞うということの価値というのは、それに比べればあの、まあ、あのゴミみたいなもんだと、まあ、ただあの島根県民全体が誤解されないようにあの県民はこんなキャラクターじゃないので、あのそういうことは十分に気をつけながら、あの県民の皆さんにあの不利益が生じないような範囲内で、まあ、県知事として努力できること、まあ、そしてあの一応あの工夫の一環であります。はい、ありがとうございます。あの先ほどの発言に関連してあの追加の質問なんですけども、まあ、そういったその問題をまあ表の舞台に出して、まあ、問題提起されるスタイルをずっと取っていらっしゃって、それが時にこうことを動かしたり、逆にすごい大きなハレーションを生んだりという状況が生まれてたと思うんですけども、先ほどの話で、まあ、それはもう織り込み済みで今後もそういったスタイルというのは貫かれていかれるというのを改めて教えていただければ。まあ、なんか調べてみてもね、あのなんか誰が言ったのかよく分からないし、あの格言とかそのことわざなのかも分かりませんけど、あのよく言われることは、これはあの林さんの会社 の一番偉い方が本で書かれた言葉なんですけどね、あの悪名は無名に勝る。これは政治家について言われたことですけど、でこれはまあ、一般的にも言われていることで、何かというと、これはなんか悪さをすればいいということではなくて、あの知ってもらうということがいかに難しいかということを言ってる言葉なんですよね。私はその問題を知ってもらう、島根県に対するその改善のための支援措置の必要性を知ってもらうためには、その無名よりも、まあ、あの適切な範囲内で悪名の方が有効であれば、まあ、悪名でやらなきゃいけない、まあ、知ってもらうことの方が大事、知ってもらって改善につながる、まあ改善につながる状況を発生させることの方が大事じゃないかというふうに思っているので、まあ、あのそこは
まあ、当然許容される範囲というのは一定の枠がありますからあれですけど、まあ、なかなかまあ、県民がこれだけ頑張っていてこれだけ厳しいわけですから、県知事は当然まあ、日本一頑張っている県民に対応する県知事というのは日本一頑張らなきゃいけないんだから、他の人がやってないからとか、まあ、なんかね、その大人げないとかね、みっともないとかね、まあ、非常識だとかって言われるぐらいは、まあ、それは仕方がないと、まあ、割り切って結果が出る方向で行動なり発言をしていかないといけないと思ってます。で、やっぱりなんか、まあ、物事を押し込めることと、その飲み込めることと乗り込めないことがある、まあ、我慢できることと我慢できないことがあって、まあ、小さなことであれば我慢をしますけど、大きなことで大事なことで、県の規模が小さいからとか、私が1期目のまだ、まあ、ペペの地位だからということで、まあ、県民の皆さんに不利益が、まあ、生じるようじゃいけませんので、まあ、私はありがたいことに1期目ということで、まあ、平井知事と違って全体をまとめなきゃいけないとか、そういう知事会の中でもそういう職責を負ってないので、まあ、自由に発言をできるポジションですから、まあ、そういう立ち位置で、まあ、こう行動範囲の自分で狭めず、発言範囲を過度に、私からすると過度に狭めずやっていかなきゃいけない。すみません、たびたびメディアの皆さんに対して苦言を呈して恐縮ですけど、やっぱり私は私の扱いというのがどうしてもそれはいろんなものの関係上小さくなるのはこれは仕方ないと、それは分かっているんです。分かっているけども、分かっているので、まあ、それに対応しようと思うとその一線を一つ越えないといけないというのは、まあまあ、ご理解いただける方とご理解いただけない方がおられるかもしれませんけど、私はそういう考え方でやらせていただいてます。はい、どうぞ。ありがとうございます。先ほどのおっしゃったことに、まあ、追加でさらにお尋ねした恐縮なんですけども、まあ、強い言葉というのは時にこう相手との関係性だったりを崩すっていう危険性もはらんでると思ってるんですけども、まあ、今回その松江に対して、まあ、かなり強く批判されていることにも、まあ、通ずるところがあると思うんですが、まあ、そういったそのなんていうんでしょう、強い言葉のデメリットみたいなところはその反省点も踏まえて今後何かこうやり方を見直していくとか、まあ、それでもこのやり方を続けるんだとかって、それはどちらに今、まあ、私ね、一応ちょっと会見模様を見比べていただくといいと思うんですけど、まあ、1回目に比べると2回目の方が冷静に発言してますよ。ただ文字に起こすとあまり変わってないというか文字に起こすとワードで落とし込んでしまうとあまり変わらないでしょうけど、まあ、そういう意味で自分なりに人に見られる存在だということは意識しながら、まあ、改善できるということが改善していきます。でそれからね、これは当然この問題で立場が違うというのは、立場見方が違う、意見が対立する、まあ、それはまあ、顕在化させてるしちゃってますけど、別に私は だから他のところでどうこうするとかね、そういうことを他での分野で尾を引かせるとか、そんなことは一切するつもりはありません。この問題は意見が合わないけども、意見が合わないという状況はオープンにしていく。でそれは県民の皆さんなり市民の皆さんに、まあ、そういうその2つの立場見方があるということの中でどっちがいいだろうかというふうに考えていただく一つの契機だと思ってますから。でだからね、私が何ていうか優しく何かこう
ぼやっとした言葉でものを言っても皆さん書けないでしょ、記事にできないじゃないですか。だからまあそこは皆さん方 のニュース性というものとの兼ね合いで、まあ、そういう言い方をさせていただいているのは、まあ、これはなんていうか、工夫の一環なので、別にこれが私と上沢市長さんとか、県と松江市との関係で、ほかのところに影響していくということは私はありませんので、当然県と市町村が連携して物事に取り組んでいく。で、この今回のこの件については連携できなかったというだけの話なので、じゃあ他のところで連携するのをやめるとか、そんなことは全く県民の皆さんのためにならないから、ならないし、私も望んでないし、上沢市長さんも望んでないでしょうから、まあ、それはそれ、これはこれということであります。ありがとうございます。まあ、県内はそういうもの、他の方がそう思っていただけるかという話はあると思うんで、そういう意味で上沢市長さんもまあ、それは十分理解されていると私は思ってますし、けども例えば東京とかの方々が、ね、どう思われるかとか、日頃付き合いのない方に遺恨が残ってもいけませんので、そういうことっていうのは当然配慮できるだけなんか配慮してやめるってことはしないですけど、やる中で、まあ、配慮する。で、意見が対立する人も立場が違ったり重きを置くことの、まあ、なんだ、その比重が違ったり、まあ、そういうことだと思うんですね。で、まあ、基本的に目標が例えば、ね、その私と例えば国会議員さんの意見が違っても二人とも どちらも島根県が発展していくようにやっていこうという共通目標は同じなんですよね。なので、そういう意味でその個別 の物事で意見が違ったとしても大きな目標が共通している方々とは、まあ、そういう意味で大きな関係の、まあ、齟齬が生じることはないと思ってます。それはだから、それは市町村長さん全般同じですよね。町民、市民は県民ですし、そういう意味で同じ方々のために仕事をするという意味では同じなので、ただ、まあ、東京の人たちはちょっと違うので、よく気をつけなきゃいけないかもしれませんね。ありがとうございました。その他ご質問ございますでしょうか。どうぞ。毎日新聞の目野と申します。ちょっと島根原発の話なんですけども、ちょっと前の話になってしまいますが、まあ、13日 の県議会 の特別委員会で、2号機 のプルサー丸の話がちょっと議員さんから出たと思うんですが、まあ、その指摘としてはですね、まあ議論が足りないのじゃないかとか、まあ、説明が中央電力さんの説明が足りないのではないかというような、まあ、そういう趣旨の指摘だったと思うんですけども、知事としてはこのプルサー丸に関して、なんか、見解とかございますでしょうかね。それはそのなんかちょっと どういうことについておっしゃったんですかね。その、まあ、核燃料サイクル全体の話ですか、それともその島根原発でそのプルサワー燃料を使うっていうことを。それについての議論について、まあ、不足しているではないかという質問だったやに思うんですけども。いや、県議会において議論が不足しているかどうかというのは、県議会が決められることであって、で、まあ、そういうご意見もあったと伺ってますけれども、基本的にそのどこまで議論していくかということについて、どの時期、まあ、その、採決をされるときに採決をするかどうかについても、まあ、決を取られた上で、まあ、採決をされたわけなので、そういった意味では、どの段階で判断をしていくかということについても、まあ、これは全会一致じゃなかったというのは事実かもしれませんけど、
まあ、そういう意味で過半数の以上の理解が得られているということを確認して最終的な判断をされたということだと思うので、まあ、相対としては十分な議論をされた上で判断されたということで評価、まあ、そういうふうに受け止めることからだというふうに思っております。ありがとうございます。その他ご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。知事よろしいでしょうか、はい、それでは定例記者会見終了させていただきます。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。